各国の最多得点記録。アジア編、サウジアラビア対東ティモールルー対での2015年に行われた試合でサウジアラビアは東ティモールにルー対0で勝利を収めた。日本対フィリピン、1967年に行われた日本はフィリピンに15点差で勝利した。この試合、鎌本選手はダブルハットトリックを決めた。韓国対ネパール、2003年に行われたネパール戦で韓国は16点を決めた。中国対グアム、2000年に行われたグアム戦で中国はなんと19点を決めた。イラン対グアム、2000年に行われたグアム戦でイランはなんとこちらも19点を決めた。ちなみに、グアムの大量失点記録は2005年に行われた21点で相手は北朝鮮だった。